こんにちは、こんばんは、アルセです。今回も引き続きこちらの約束の起点やっていきたいと思います。第2回となっております。昼食を取るにはまだ少し早い時間帯、同じように作られた時間割に同じように作られていた空きコマ、同じように埋めていなかった俺とジンは必然的に一緒に早めの昼食を食うべく、まだ人もまばらな学食へと来るようになっていた。お、お前らすっかり仲良くなったみたいだな。カナタさん、こんにちはっす。うー、はい、仲良くなりました。仲良くなんてないです。どっちにしろというのだこれは。セーブをして、ま、この感じだとまあ仲良くなんてないですって答えてみようかな。仲良くなんてないです。え、そうなのか。いつもナスの漬物くれるから俺は仲がいいのかと思ってた。そんなことカナタさんに言ってどうするんだジンよ。はあ、ナスは嫌いだからやってるだけだ。嫌がらせだ嫌がらせ。そうなんかい。俺ナス好きだから全く嫌がらせになってないんだけどな。やっぱり仲いいんだな。カナタさん、ミコトがそんなに感情的に話すの初めて見た気がする。え、別にそんなことは。俺が勝手にジンと時間割が同じになるように組んだけど、ミコトは少し気遣いなところあるから仲良くやれてなかったらどうしようかと心配してたんだ。カナタさん、気遣い。はあ？いらない心配だったみたいだな。大丈夫に決まってるじゃないですか。俺だってちゃんと成長してるんですから、人付き合いぐらいきちんとできます。心配しないでください。そうだな、俺は見事に過保護すぎだな。そうですよ。あー、でも見事が巣立つと思うとそれはそれで寂しいかな。大丈夫ですよ、俺はまだまだカナタさんの世話になる気満々ですね。ご飯先輩。おう、飯くらいどんどんたかれ。可愛いミコトのためなら先輩バイト頑張るぞ。あざます。なんかそうやって演技してるの辛いだろうなって考えるとミコトかわいそう。あ、そういえば今夜のサークルの飲みはお前らも来るのか。はい、俺は行く予定です。俺も今日はバイトないんで行きます。そっか、じゃあまた夜にだな。はい。カナタさんは楽しそうに手を振りながら去っていく。久々にカナタさんに会った気がする。同じ大学、同じサークルに入ってみたものの、相手は4年生。そうそう会えることもなかったので、こうやって会えるのは本当に嬉しい。就職活動うまくいってんのかな。なあ、さっきの作った感じのキャラ何？気持ち悪いんだけど。うるさい。お前には関係ないだろ。まあ関係ないんだけど。嘘笑いなんてきつくねえの。笑ってなけりゃ心配させちまうだろ。は？俺が幸せじゃないとあの人は気にするから。俺は常に笑ってないとダメなんだよ。愛されてるんだな。愛されてるとかじゃない。あの人は俺を幸せにすることを義務みたいに思ってるだけだ。何それ。本当、何それだよな。恋人の弟は大事にしないといけないと思う彼の責任感につけ込む自分が嫌になりながらも、彼の望む姿を演じてでもその笑顔の横にありたいと思ってしまう自分がいる。俺は傲慢な臆病者なんだろう。もうやめれば。何をだよ。その必死すぎる恋愛スタイル。男同士の恋愛にけなげなんてあっても何にもならないし、影から思い続けてますなんてそれこそ無意味だ。
お前にそんなこと言われる筋合いないだろ。そんなの俺だって分かってる。いや、分かってないだろ。分かってたらそんな無駄な片思いの仕方しない。無意味とか無駄とか人のこととやかく言うな。お前と俺は違うんだよ。俺の何がお前に分かるってんだ。初対面からセフレに慣れてきなことが言えるような適当な恋愛感のやつに俺の思いなんて分からない。分かるさ。今のお前みたいな無駄な恋愛ならいくらでもしてきたからな。ゲイがのんけをひっそり思い続けたって報われることなんてない。それは 100% 正論だと思うな。俺はのんけだ。じゃあわかるだろう。男に思われることがあるなんてみじんも思ってこなかっただろう。それは周りにそんなやついなかったし。本当にいなかったのか。今のお前みたいに必死に隠してそばにいようとしたやつもいるんじゃねえの。いないって断言できるのか。断言できると思うけど。思い返しても友人が自分に恋愛感情を抱いていたことがあるだなんて思えない。だが今の自分のように必死に隠していたやつがいたとすればなんてことを考え出したら本当のところはわからない。しかし誰もそんな気持ちは伝えてこなかったのだからきっとそんなことはなかったのだろうと思う。伝えようとしない思いが伝わることもまして報われる奇跡なんて起こりはしない。伝えなければ全てなかったことにされちまうんだよ。深いな。嫌な説得力だ。別に俺はどうこうしたいわけでもないし、なかったことにされるならそれでも構わない。じゃあ何のために好きでいいの。なかったことにされてもいい程度の思いならさっさとやめちまえばいい。時間の無駄だって思わないか。うるさい。そうやって簡単に割り切れるならとっくにそうしてるに決まってるだろう。それができないから。自分の心を隠し続けてそばにいるんじゃないか。本当にできないのか。本気で忘れようとしたことなんてないだろう。あるさ。何度も忘れようとしてきた。今だって忘れたいって思ってる。諦めなくちゃって思ってる。嘘だな。嘘じゃない。口でなら何とでも言えるだろう。お前嘘得意みたいだし。人の事情など何も知らないくせに俺の全てを否定する態度が許せない。俺の本気を理解しない態度が許せない。え？嘘じゃないって言ってるだろ。カナタさんのことは諦めようとしてる。今のスチール何ですか。ちょっとよくわかんないんだけど、ミコト君からキスしようとしているように見えたんだが気のせいかな。だからそのためならお前を利用することも厭わないって思う。お前が忘れさせてくれるってんならお前のセフレにだってなっても。話が急展開だな。やけっぱちにも程がある。男にいきなりキスをするなんて自分は何をしているんだろうか。それに俺はジンの何になるって宣言した。セフレって言ったよね今。もう訳がわからない。ふーん、じゃあ考えとくは。お前今まで散々俺を煽っといてそこは保留なのかよ。ああまあそうだな、保留だ。処女のセフレは正直めんどくさいし。本当お前何なんだよ。やはりジンが何を考えているのかわからない。だがこのままじゃあセフレになんてことになっていたらそれはそれで大変なことだったと思うので保留になったことは助かった。じゃあまた今日の夜飲み会でセフレの件検討しとくわ。
つものようにあっさりとその場を去っていくジン。だが自分はといえば、彼の言葉に今晩飲み会があることを思い出し、どういう顔でジンに再び会えばいいのかと気が重くなった。お前ら本当仲いいのな。え？遅れて飲み会に現れたカナタさんが微妙な表情でこちらを見た。何か問題ありますか？いや、別に問題ってことはないんだけど、その完全ゼロ距離な感じが。え？あ、ジン、もう少し離れろ。自分の横には肩を寄せるようにジンが張り付いている。飲み会に現れてからジンはずっとこの状態だ。異様な事態だと思ってはいるのだが、昼間に交わした会話のこともあり、無下にこちらから彼を遠ざけるわけにもいかない気がしていた。いつものカナタさんと変わらないと思いますけど。え？そうか。俺、そんなに見事にベタベタしてるか。もしかしてこのカナタは見事のことが本当は好きだったりしないかな。ちょっと気になるな、そこ。ええ、恋人かってほど。ジンが挑発的な視線をカナタさんに送っていることに気づく。カナタさんはそんなわけのわからない事態に明らかに困惑している。ジン、お前何変なこと言ってるんだ。くだらないこと言うならよそ行けよ。自分とカナタさんがベタベタしているように見えるとすれば、それはきっと自分の横島な気持ちのせいだろう。だからそれを指摘されることは自分の気持ちを暴かれているようで動揺してしまう。ジンはそんな俺の思いを感じ取ったのか、じっとりとこちらを見つめてからゆっくりと自然な距離を取り直す。向けられた視線にやっぱり何も変わらないなと言われた気がして、少し心苦しくなる。もしかすると忘れると言った自分の決意をジンは試そうとしていたのかもしれない。ねえ、カナタさんって恋人いるんですよね。ジン、不意打ちを食らうようなジンの質問に、こいつはこの上まだ何を言い出すつもりなのだろうかと不安になる。ん？なんだ？ジンは俺のことに興味あるのか？まあそうっすね。同じかの女が、カナタさんかっこいいけど彼女いるっぽいから残念って話してて。確かにアクセ好きって感じでもないのに、指輪してるし、彼女いるのかなとは思うんですけど。俺の知る限りカナタさんに女の影なんてないから、本当のところはどうなのかなって。ああ、彼女か。いるよ。けど影がないってのは当然だな。は？なんでですか？俺の彼女3年前に病気で死んだんだよ。あ、お姉さん亡くなってたの？このみことくんのお姉さん3年前に死んだ。ああ。すいません。俺ちょっと理解に苦しんでるんですけど、死んだ女のこと本気で彼女とか言ってんですか？まあ、まだ別れてないからな。マジで？重いな。ちょっと待ってください。相手は死んだんですよね。そんなのは普通、別れる別れてないの問題じゃなく自然消滅でしょ。それを忘れてないって言うだけならいいけど、3年経ってまだ彼女だなんて言ってるっておかしいでしょ。それはもうあんたがただその立ち位置にしがみついてるってだけじゃないですか。ジン、お前どうしたんだよ。いきなりカナタさんに突っかかるな。そうか、
ミコトのお姉さんは亡くなったけど、ミコトが好きだから弟として可愛がってんのか。なるほどな。いいよ、ミコト。止めに入ろうとした自分をカナダさんが笑顔で制止する。死んだ女が彼女って、あんたがそれを心の底から本気で言ってるならかっこいいことなのかもしれないけど、そんなの綺麗事にしか思えない。俺にはあんたがそれを目の前のことを見ない言い訳にしてるようにしか感じない。本当は目の前に見えてるもんを掴み取ることも切り捨てることもしなくていい、都合のいい理由にしてんじゃないですか。ジン、お前いつまでわけのわからないこと言ってるんだよ。結婚してたわけでもないんでしょ。死んだ女なんてもうあんたには全く関係ないやつのはずでしょ。いや、それはちょっと言い過ぎかと思うけどな。意もしない女はさっさと切り捨てるべき。いや、ちょっとそれジンは、それはちょっと見損なうぞお前。ジン、やめろ。だってミコトのお姉さんなんでしょ。ミコト、お前だっておかしいと思うだろ。死んだ女なんてさっさと忘れればいいんだ。ぶち切れるだろこれ。黙れジン。カナタさんの言ってる彼女は俺の姉貴だ。は？切り捨てろとか忘れろとか何も知らないお前が口出しすんな。カナタさんは、カナタさんは死んだ俺の姉貴をずっと好きでいてくれる本当に優しい人なんだよ。違うよそれは。でもそれは違うと思う。カナタさんはお前のことが好きなんだよ。カナタさんは優しい人。すぐにでも姉を忘れてしまうような人だったら俺はこんなにも苦しみはしなかっただろう。だがすぐに忘れてしまうような人だったら好きにもならなかった。だから今のカナタさんが俺の好きなカナタさんなのだ。ジンの意見には賛同できない。あ、でもどうなんだろう、カナタさん本当にお姉さんのことが好きなのかな。それもあるよね。ミコト、なんだよそれ。そういうことだったらなおさらだ。え、ミコト、俺はカナタさんは優しい人だとは思わない。ジン、姉貴を死んだことにできないお前の気持ちに気づいていながら何も言わずにお前をそばに置いてるこの人、俺は優しいとは思わない。ジン、本当は分かってるんでしょ、カナタさん。ミコトがあんたのこと好きだって。 おい、お前冗談にも程が。え、カナタさんが真顔のまま黙り込む。驚きの言葉も否定の言葉も返さない。それはつまり沈黙はジンの言葉を肯定したということ。嘘ですよね。気づかれているはずなどないと信じたい。ずっと普通に接してくれていたし、一緒に姉の話もたくさんした。そんなこと気持ちに気づいていたならばしてくれる、してくるはずもない。だがもし気づいていてそうしていたのだとすれば、もしかしてミコトにその彼女の面影でも見てた？それとも愛されていることが気分良かっただけ？どちらにしろ男が男に思いを打ち明けてくる可能性なんてほぼない。まして病気で死んだ恋人の弟ならまだ姉の方に気があるってほのめかしとけば、気が咎めて気持ちを打ち明けてくることなんてまずないって思うよ。やめろ。ジン、まるで言葉が心臓をえぐるかのように胸の奥に突き刺さる。ひたすらけなげに自分に愛情だけを注いでくれる愛玩ペットは置いてて嫌な気にはならないもんだ。ジン、頼む、やめてくれ。え、ミコトはカナタのペットだったってこと？知りたくない。真実を暴き出そうとしているジンの口が愛おしい。真実など自分は求めていない。彼を忘れたいとは言った。だが傷つけば忘れられるほど単純な思いでもない。だからもし本当にカナタさんがこちらの気持ちに気づきながらも気づかないふりをしていたとして、その理由がジンの言う通りだったとしても、そのことで
自分の彼を思う気持ちが変化することもないのだから、そっとしておいてくれればそれでよかった。お前なんでそんなことを言い出すんだよ。そんなの俺にとっては知らなくてもいい現実だろ。それを無理やり俺に見せつけて、俺が傷つくのを見てそんなに楽しいのかよ。違うよ、ミコト。ジンはお前をこれ以上傷つけたくなかったんだよ。カナタさん、ごめん、ミコト。ジンの言う通りだ。俺はお前の気持ち知ってたよ。あ、カナタはやっぱりミコトのこと好きじゃないんだ。がっかりだわ。でも気づかないふりをしてた。それ残酷だよね、カナタさん。もちろん自分の勘違いかもしれないって気持ちもあったし、お前が大事なことに違いはなかったから、そのことで突き放すのも違うだろうなって思いはあったけど。カナタさん、カナタさんまで、もう何も言わないでください。ミコト、この恋は初めから気づかないふりの積み重ねでできていた。それなしでは成り立たない恋だった。そのことに気づいてしまえば終わる恋だった。きっと誰が悪かったなんてことはない。カナタさんは悪くないんです。カナタさんが俺を突き放すことなんてできないことは俺自身知っていたことです。俺そういうカナタさんの気持ち利用してたんです。心地いい場所を求めたのは俺なんです。だからカナタさんは悪くない。そしてジンもごめんな。お前の言ってることは確かに間違ってないんだと思う。俺のために言ってくれてるってことも分かっている。お前は嘘のつけないやつだから、言葉がきつく感じられちまうだけなんだって。でもやっぱり今の俺には辛すぎるみたいだ。俺少し一人で自分を見直してみるよ。いずれ来るだろうと分かっていた結末、引き延ばしていたのは自分。でもこれでやっと諦めがつく。この恋は終わるべくして終わる恋だったんだ。あ、これで終わりなんだ。へー、そっか。まあジンはあれだね、きっかけに過ぎなかったというか、結局この2人はこの後セフレになるのか恋人になるのかっていうのはわからないけど、とりあえずこのミコトくんが姉の死をきっかけに、姉の死でなんだろうな、あれ名前忘れちゃった、このミコトと誰が誰だか分かんなくなったわ、テンパってるな。うん、へえ、先輩か、先輩でいいや、先輩に恋焦がれてたけど、まあ、実際は、まあ、先輩は気づいてたけど、ミコトの思いには気づいてたけど、まあちょっと甘やかしてたってことか。うん、少しね依存関係にある話なのかもしんないね。いや、この先が知りたいよね。ここからミコトくんがどのように成長していくのかが見どころかもしれない。ということで、ちょっと変なグダグダな感想になってしまいましたが、面白かったです。また次回も別なゲームでお会いしましょう。じゃあのー。